どうもこんにちは、シャンクです。本日は新しく実装されました、週末の神器ですね、ファンさんと戦って、ドロップアイテムで交換できる武器なんですけれども、そちらの方の、風属性のマグナ用の槍ですね、そちらの方を作ってみたので、ちょっとねその辺をお伝えしていこうかなと思います。はい、というわけで永遠拒絶の槍ということで、終末の神器と言われる、武器の中で、風属性のマグナ用の武器になります。はい、でね、こちらまあカムイという、まあこちらのスキルね、スキルレベル15で、一応まあ更新量としてはティアコブシと一緒かな、 18% なのでティアコブシと一緒かな。でそれプラス HP がね上がるっていうのが非常に目玉な感じになってるんですけども、第2スキルの方、こちらの方ちょっとだいぶ迷いまして、どうしようかと思ってね、皆さんも迷ってる方多いんじゃないでしょうか。でまあ私の方はね、一応通常攻撃のダメージ上限上昇というものをつけました。まあオメガ武器の方とちょっと迷ったんですけども、まあオメガ武器に関しては武器によって縛りがある、得意武器によって縛りがあるとことで、こちら終末の神器に関しては、属性によって縛りがあるというようなね、縛りの違いがあるんですけれども、こちらね、ダメージ上限上昇のスキルの方が、重複しないと、いう感じなので、で、まあね、まあいろいろちょっと情報を見てたら、まあオメガ武器の上限、奥義上限上昇と、終末の時期の奥義上限上昇と一緒に装備した場合ダメージが下がるみたいなことをね、まあ見たので、これひょっとしたらオメガの方が優先されているのではないかというような仮定、まあ自分なりのね仮定に行き着きまして、それであればまあ分けた方がいいんじゃないかと。でなぜ今回ね、私が通常攻撃上限つけたのかと言いますと、まああれですよね、90ヘル、魔法戦士ね、最終2を使ってっていう感じのね、まあドラゴンブレイクっていうものを考えた時に、通常攻撃のダメージ上限上昇をつけた方がね、風属性の全員にその上限上昇がつくので、まあその点でちょっとやりやすいんではないかと。あとはまあまああれですね、まあ風に関してはね、ティアコトが3本入っておりますので、上限に行きやすいというまあところもありまして、あとプラスですね、こちら法人カムイ3ということで HP がねかなり上がりますので、渾身維持もしやすいということで、ダメージ上限上昇をこちら終末の神器の方につけた方が、通常攻撃のダメージ上限上昇ですねを終末の神器の方につけた方が恩恵がでかいのではないかというような仮定、まあちょっといろいろ考えまして、でそういう風な感じで、第二スキルをつけたという感じになります。はい、であとね、一応まあ今回急いで風のオメガ剣の方も作ってみたんですけれども、こちらの方はね、一応奥義ダメージ上限上昇という風な感じのスキルの方をつけさせていただきました。まあね、週末の神器に関しては、まあ、この先多分メイン武器とかになってくるんでしょうけれども、私はですね、これ5突できる気が全くしないですね。はい。ですので多分4凸のまま使っていくことになるかなと思うので、まあね、第3スキルの方に連撃アップとかはちょっとつけれない状態になるかなと思うんですけども、それでもまあまあ全然ね、4凸の現状でも強いので、そちらの方をね、一応ちょっと同じような感じで、編成としてはね、ティア銃を入れた編成と、このティア銃、まあすいません、これティア銃の4凸なんですけど、5凸してない状態のやつなんですが、これをね、終末の神器と入れ替えて、どういう風な違いがあるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。それではね、ちょっと早速トライアルの方で
すいません、話が長くなりまして申し訳ない。トライアルの方でちょっとやっていきましょうかね。はい、というわけでね、トライアルの方やってまいりましたけれども、HP を見ていただくと分かると思うんですが、まあ、主人公だけが2000近くあって、その他に関してはね、バハブキが適用されていない、あのアンチラに関してはもう 13,600 と、かなり結構ね、HP の方が厳しい、状態ではありますけれどもね、まあ、これでね、例えばまあデバフ、バフ、まあ、モリモリでどれぐらいダメージが出るかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。はい、というわけでね、大体まあ主人公が60数万いってて、他のメンバーが58万とかそれぐらいですね、私の、まあ、現状の装備ではですね、はい、大体それぐらいが今のところ、出てる感じになるんですが、これをね、週末の神器に変えた時にどうなるか、ね、HP も含めちょっと見ていきましょう。はい、というわけでね、やってまいりましたけれどもね、もう HP がね、すごいですね。主人公に関してはもう1万近く、ね、3万1200まで伸びているので、約1万近く伸びていて、ね、バハブキが適用されていないアンチラでも2万1000あるというような感じなので、かなり HP にね、まあ以前ちょっとね、グリームニルの刀、の HP アップっていうところをね、以前の動画で紹介させていただいたんですけども、まあ、今回はね、ちょっともうそれがね、完全にグリ刀4突したのに、倉庫版にまた戻ってしまいました。はい。まあそれぐらいね、HP にかなり余裕が出てきた状態で、まあ上限がね、どれぐらいになるかっていうのもちょっと見ていきましょう。それでは、バフデバフ、とうとう、突っ込んでやっていきましょうか。はい、というわけでですね、主人公に関してはもう70万ぐらいで、他のね、メンバーに関しても60万を超える感じでね、あの上限がやっぱり上がってる分だけ結構ね、通常火力が漏れてるという。で、まあこれはまあ現状ね、 HP がマックスの状態での話なので、まあ、HP が減ってきたらね、結構その恩恵っていうのは少なくなってくるとは思うんですけれども、やっぱりその H ね、カムイ3のあれですね、 HP のおかげでね、渾身維持もしやすいと思いますので、はい、ではちょっと一回戻りましょうかね。はい、というわけでね、まあ、今回はちょっとティア銃を入れ替えてっていう感じなので、まあ、あの攻撃力に関してはね、上限叩けるかどうかっていうのは不安だったんですけども、うまいことね、結構ダメージが伸びてくれて、
ね、何よりもやっぱり HP の上がり幅が結構ね大きいのが嬉しいですよね。やっぱりこのカムイ3の HP のね最大 HP の上昇台っていうのがかなり、今回風属性に関してはね、まあ、HP が厳しい、属性でもありますので非常に恩恵が大きいんじゃないかと思います。はい、というわけでね、これで一応まあ渾身維持もしやすくなったということで、まあとりあえずね現状、まあ自分はね ちょっと古戦場に関してはね、この週末の神器を使ってちょっと戦っていこうかなと思っております。まあ通常攻撃のねダメージ上限上昇ということが、パーティー全体にね、効果が発揮するということで、ね、あの90ヘル95ヘルに関しても、ね、魔法戦士の、仁王法に関してもだいぶ恩恵が大きいんじゃないかと思いますので、その辺ね頑張って、古戦場乗り切っていきたいなと思います。皆さんもね、もしよろしければ、週末の神器、まあ奥義上限と通常攻撃上限と迷われると思いますけれども、ぜひぜひ後悔のない選択を、というわけで古戦場一緒にね頑張っていきましょう。というわけで今回は、今回はつっても今回は、週末の神器風の槍の4突を作ってみました。そして通常上限、通常攻撃ダメージ上限上昇をつけてみたという動画でございました。では最後にね、95ヘル想定の魔法戦士、こちらの方のね、最後ダメージどれぐらい出るかっていうのを見ていただいて終わっていこうかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価とよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。全力でいきましょう。